向井君は富士なんでその観光客ですか、うん、海外の方が多いんで多分、うん、どっちもなんか日本の食べ物の歴史とかもあるので、うん、なんか海外の方が喜びそうな感じしますし、はい、めちゃくちゃうまい。京都富士でオリジナル駅弁作り。あ、そうそう、あ、すいません。そして大自然クッキングはベトナム料理に挑戦。月曜日1時ときめく時を TBS。